クルで呼ばれた時にお兄ちゃんが助けてくれたこと。 TGC の MC になって振り返ったら意外とこうなんか時間が経ってて、りなです。始まりました、 TGC。 イエーイ。はい、ということで今回はですね、何でもチャレンジする日曜日ということで100室をやっていこうと思います。はい、なんと対話形式で行うということで、ノアちゃんが私に質問をしてくれます。お願いします。お願いします。はい、MC になって初めの頃に100室をしたんですけど、結構時間が経っているのでまた内容とかも変わってるんじゃないかなというふうに思います。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは最後まで見てください。はい、じゃあ私が質問していきたいと思います。お願いします。お願いします。1、名前は永井里奈です。2、性別は女です。3、年齢は18歳。4、出身は福岡県出身です。5、趣味は趣味はスポーツをすること。6、特技は料理を作ること。7、将来の夢は一応大学では高校の体育の免許を取りに通っています。8、親友はいる？はい、います。9、好きな異性のタイプは何か言った時に関係ないことを言わない人。いいね、いいね、大丈夫大丈夫。11、人のことはすぐ信じるタイプ？絶対信じないです。12、何人家族？4人です。13、兄弟姉妹はいる？はい、一つ上にお兄ちゃんがいます。14、誕生日は2003年生まれ、2月25日です。15、もし年齢を好きな時に止めれるなら何歳？止めれるなら、今。おお、今？今。なんで？一番こう生きてきた中で忙しくて、結構パツパツが好きな方だから。わかる。今で止めたい。16、好きな言葉は？好きな言葉は中学校の時の一番好きだった体育の先生が教えてくれた、いつも心に太陽。17、好きな歌は？洋楽全般。18、好きなアニメは？はないです。19、自分の好きなところをあえて一つあげるなら？はっきりしてる。20、自分の嫌いなところを一つあげるなら？優柔不断。21、自分は友達が比較的多い方だと思う？いや、少ない方だと思います。22、猫派？犬派？犬派。23、反抗期はあった？あ、ないです。24、今欲しいものは？欲しいものは VR マシン。わー、言ってるね、ずっと言ってるね。25、死ぬまでに必ずやり遂げたいことはありますか？クリスマス絶対に海外でいつか過ごしたいです。おお、なるほどね。26、自分は嫌い？好き？好きです。27、自分の性格を一言。サバサバ。28、もし100万円持ってたらどうする？絶対貯金します。29、もし透明人間になれるならどうする？いや、別に何もしないです。30、あなたは他人からどう思われてる？とにかくちっちゃいねって言われます。31、似ている芸能人は？いないと思います。32、あなたを動物に例えるなら？リスで。あー、なるほどね。33、結婚願望はある？あ、めっちゃあります。だと思う。34、子供は欲しい？欲しいです。35、カラオケの18番は？彩香さんの三日月。36、一番最近遊んだ人は？同じ大学の子です。37、一番最近 LINE した人は？マネージャーさん。38、ズバリ LINE の友達何人？86だった気がします。39、人生で一番の高い買い物は？テレビとか、そこら辺です。40、ヤマハ？海派？絶対に海。41、家に帰って一番最初にすることは？手洗い。42、一番好きな YouTuber は？私は。43、一番好きなモデルさんは？横田真由さん。44、掛け算の6の段を言ってみて。ちょっと待って、101が6、622、630、318、638、624、6530、6636、67、30じゃなくね？6530？ 67じゃなかった今。45、好きな映画は？ホームアロン。46、使ってる香水は？グッチ、コージ、シロ、アバクロ、ブルガリです。47、家の中で一番好きな場所は？ヨギボーの上。それ絶対抜け出せないね。48、アマト？カラト？アマト。49、一番漏れのアプリは？スノー。50、好きな色は？白。51、嫌いな色は？紫。
52、得意料理は？ガパオライス。53、生まれ変わるなら何になりたい？自分がいいです。だよね。54、初恋は何歳？まあ、4歳早くね。いや、早い。4歳、4歳の記憶がない。そう。55、実は甘えん坊？甘えん坊。56、実は天然？いや、でも頭いいって決まるよ。天然です。57、10年後何してたい？10年後は家庭を作ってたい。58、今一番行きたいところは？2番。59、愛、お金、家族、友達、趣味、順位をつけてみて。1位家族、2位友達、3愛、4お金、5趣味。お金だいぶしたじゃない？お金だいぶした。別にお金あんまり興味ない。60、チャームポイントは？泣き袋、目の下の袋。え、あります？いや、あります。これじゃあ、そうそうそう、あります。コンプレックスはある？コンプレックスはあります。62、好きな教科は？好きな教科は体育。63、苦手な教科は？現代社会。64、告白したことある？はあります。65、カメラに向かって告白してみて。大好きです。わー、ごめんね。66、10年前の自分に一言。そのままでいいと思います。67、占いを信じる？信じます。68、英語で自己紹介してみて。 Hi, my name is Lina Nagae. I have a four family. 以上。69、マック派、モス派？マックです。70、1週間同じものを食べなければならないとしたら何を食べる？絶対キュウリ。71、お気に入りのスキンケアは？肌の液晶をつけた。72、お化粧は何歳から始めた？小学校6年生とかですかね。73、もしも願いが一つ叶うとしたら？チャーリーとチョコレート工場のアンチョコレート工場に行ってみたい。大丈夫かい？本当に行ってみたい。74、カノの好きなところを一言。結構動画では、まあ、お姉さん系ではこう見られてないかもしれないんですけど、カメラが回ってないところでは気遣ってくれたりとかするところです。75、私の好きなところ。ノアちゃんは本当にお姉さん感がまずあって、うん、化粧とかも一からツヤ肌にするって言って書いてたりとか、美意識がすごいなと思います。76、ルナの好きなところを一言。ルナちゃんはもうとにかく頼れる、本当に頼れる、うん、お姉ちゃんです。77、自分の好きなところを一言。物にも人にも全てに対して好き嫌いがはっきりしてるところ。78、コラボしたい YouTuber は？コラボしたい YouTuber はアミシーナさん。79、何フェチ？匂いと胸筋。80まで来た。早い。80、今の感情は？今の感情は課題がやばいです。大学のいい加減にしてください。81、喧嘩したことある？あります。82、なんで喧嘩したの？結構矛盾とかしてることとかあると、なんでって言っちゃう系だから。それで喧嘩になったりすることが、まあ、でも最近はそんなにしない、そんなにしないです。83、口癖は？口癖は、なんかとか。あー、言うね。はーいとか。はーい。84、愛用のシャンプー。あ、ウルリスとか。85、人生やり直すとしたらいつ？その理由は？13ですね。理由は、13歳の時に福岡モデル事務所の方にスカウトしていただいたんですけど、全く興味なくて、その時断って、でもその時に入ってたら、なんか早くからこういう活動がもしかしたらできてたのかなとか思って。いや、そういうね、やりたいです。そこね。はい。56、今まで生きてきた中で一番の自慢話は？私がお風呂で溺れた時にお兄ちゃんが助けてくれたこと。でも本当にすごい。87、最近嬉しかったことは？ TGCT が出演決定したことです。うん。最近一番笑った出来事は？大学の友達と遊んだ時に爆笑しました。89、759-421は？え、待って、待って、759-421は？338。すごい。じゃあ、ラスト10問いきますよ。はい。90、TGC の撮影で一番思い出に残っている撮影は？初めて4人で対面した時が、どうしたらいいか分からないみたいな状況が、なんか今では懐かしく思えて、思い出です。
91、今日の服のポイントは？今日の服のポイントは、まずワンピースを着ないから、普段ワンピースってところから注目してほしいんですけど、なんか下と上の柄が、下はモノトーンで、下がなんか柄がついていて、こんな感じ、可愛いです。92、ズバリ男女の友情は成立する？え、絶対なれる。いや、めっちゃ地元に仲いい男の子の友達何人かいます。なれる。93、魔法が使えるとしたらどうする？今一番やりたいなって思っているお仕事が難しいから、それを勝手に叶えさせる。いいね、それ。勝手に叶えさせる。超いいですね。超いいと思う。私にもそれ魔法かけて。94、家族に一言。いつも仕送りとかありがとうございます。95、 MC3 人に一言。これからも続くと思うんですけど、夏の企画で多分大変だから頑張りましょう、頑張りましょう。96、何をしている時が一番幸せ？何でも、もう生きてないと幸せです。97、あなたのヒーローは誰？お母さん。98、全力の決め顔をカメラにしてください。決め顔ってどういうことですか？オッケー。もうやだ、わかるもん。変顔。99、全力の変顔カメラにしてください。いきます。え、これ本当にここカットしてる。ラスト100、ファンの方に一言。ファンの方、 TGC の MC になって振り返ったら意外とこうなんか時間が経ってて、いつも YouTube のコメントとか高評価とかも見てるので、そういうのも本当にありがとうございます。で、これからも4人で頑張っていくので、ぜひよろしくお願いします。以上です。はい、ということで私の100筆が終わったんですけど、意外と100筆って答えてる側はなんか早く終わる感じがして、でも楽しかったです。はい、そして他のメンバーも一人100筆をしているのでぜひ見てください。はい、ということで今回の動画も最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。あなたを大仏大仏